はい、チャンネル登録してくれている人もチャンネル登録がまだな人もメハー新誠チャンネルの誠です。今ちょっとねライトを消したりつけたりしてます。今日はライトの話なんですけれども、いつもはねコックコートを着てですね、仙台市大白区富澤のアクロスプラザ富澤西さんの中にあります蔦屋書店さんの裏にあるチーズキッチンというお店でピザを伸ばしたりしていますがですね、今はですねちょっと臨時休業にお店の方になっている場合が多くてですね、どちらかというとですね同じくやっているですね、ワールドベイクドチーズケーキというチーズケーキ屋の方でですね、全国に配送する大量商戦ですね今やっているためですね、今日はまあオリジナルに着ながらですねこちらの方で撮影しているというふうな感じになっております。はい、本日はですねコンパクトライトについてのお話。はい、これもコンパクトライト、はい、何個かですね、はい、この何個か、こちらの方をまとめて紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、じゃあですね、今回ですね、新しく撮影方式をですねいろいろ変えていく上でですね、まあコンパクトライトですね、かなり非常に安くなってきた。かなりっていうのもね、非常に安くなってきて、Amazon セールさん、Amazon タイムセールとかでもですね、Amazon さんのタイムセールなんかでもですね、結構安くなってきているというのもありましたので、まとめて買ってみて検証してみようというふうな感じで、いろいろなものを買ってみましたので、もう全部ね、まとめてね、今回はですね、比較という形で紹介していきたいなというふうに思っております。はい、まずはですね、三者三様非常にね、良いところも、そうでないところも多分あるというふうな感じになるわけなんですけれども、まず1個目はね、こちらの方、一番安かったっていうのはですね、ニーワーさんですね。はい。こちらの方のニーワーさんのですね、コンパクトライト。何がコンパクトかっていうのは、まず薄いですね。はい。こんな薄さってあるっていうぐらい薄いんですけれども、非常に薄いコンパクトなタイプなのにですね、こちらの方に、はい、三脚穴ついてますし、まあ、コールドシューにつけることもできるという、こういうパーツがついてきていてですね、それでいて、このパーツは取り外すことができたりとかですね、あとは、こちらの方の中にはですね、まあ、これが中身になるわけですけど、こういった形のね、ディフューザーの間ね、ここ磁石になってまして、はい、磁石になってて、これをですね、こう挟み込むことで、これの中にですね、まあ今私作ってますけど、こんな感じのね、セロファン、カラーセロファンなんかをですね、こうやって挟み込むことによってですね、ちゃんと挟み込めてるかな。はい。こんな感じで挟み込むことによってですね、色味をですね、変えることができるようになるという風な形で使える、ちょっと特殊なというか、ちょっと面白みのあるですね、面白めのですね、SL の12ですというですね、こちらの方のコンパクト照明購入してみました。まあね、安いんですよ。びっくりするぐらい安かったですよ。1000円ぐらい。安いですよね。1000円ってどういうことだって思ったんですけど、まあ安くなってて1000円でした。今ちょっとどうなってるのかちょっとわからないんですけれども、はい。で、これはですね、まあカメラのそのまま上につけて撮るってこともできますし、あとはですね、こういった三脚というかですね、ミニ三脚みたいなものですね、こういったものにですね、こうやって接続して、くるくるくるっと接続して、こんな感じで使うこともできるという風な感じになります。はい。まあ、ちょっとね、今回ね、紹介するものが多いので、まあ、簡単に紹介していく形になるんですけれども、まずはね、明るさのテストは、明るさつけてからのテストは、3台同時にやっていけたらなと思うんですけれども、これもですね、中にね、バッテリーが内蔵されてまして、これ単体で使うことができるという、非常にね、コンパクトですごい使いやすい感じの照明。はい。まず1個目ですね。SL の、ニーワーさんの SL の12ですね。はい。いいですよね。これね、結構ね、持ちも結構つけっぱなしにしてても結構持ってくれる。まあ、撮影の時にね、定常光として使えるなっていうふうな形で購入しました。はい。ただね、バッテリーがね、ちょっと交渉をちょっと確認してみますけれども、
バッテリーがね、そんなに長、なんだろう、そんなに長く持たない、さっき持つって言ったんですけど、それでも持つんですけど、もっと持つやつが欲しいな、というふうに思ったので、ちょっとサイズをね、殺して、こんな感じになりました、というのは、じゃん、こちらですね。はい。はい、こちら。なんて読むかは、いつもの通りわかりません。多分中国のメーカーになるんでしょうかね。ウランジーですかね。ウランジーさんでいいんでしょうか。はい。こちらの方になります。こちらね、ちょっとね、下の方に書いてあるんで分かりにくいかもしれないんですけれども、はい。こちらの方は、3000mAh ですね。はい。この中に搭載されているバッテリー自体がですね、こちらの方は3000。こちらはね、2000。で、2番さんは2000。という風な形になってますので、まあ、その辺がね、ちょっと違いっていう形になるわけなんですけれども、ただね、やっぱりね、ニーワーさんのやつから見るとね、2つ分ぐらい厚みが、ね、ニーワーさん2個分ぐらいの厚みがあります。ただね、これね、明るいんですよ。これ、型番が、VL81、さっき見てますね。はい、VL81 ってやつですね。これも同じくですね、三脚穴あって、コールドシューに付けられるという風な、こちらの方はもう取り付けされている状態のものですね、になってます。で、これの、まあ、面白いところは、この横にですね、コールドシューがですね、3つ、こちらの方、こことこことここあるんですね。なので、こういった形で、ニーワーさんの、よいしょ、コンパクトライトを、よいしょ、あ、こっち、こうかな。こうかな。よいしょ。こうやってね、取り付けることがね、できちゃうんですよ。連結できちゃう。ね。いいですよね、これね。こんな感じで、まあ、メーカーは違うんですけど、ここら辺は全部ね、同じ規格になるので、こういったものをね、こう、連結させてね、明るさをどんどんね、広げていくこともできるかな、というふうに思いまして、いろんなメーカー違うんですけれども、こういった形で購入してみました。こちらもね、ここでね、色温度を変えて、で、ここで明るさを調整するって。これは無段階でね、明るさが調整。明るい。後で見せますけども。はい。無段階で、明るさを調整することができるというやつになります。で、三つ目ですね。ちょっと、素早く行き過ぎですね。すいません。じゃあ、もう一回2話戻りますか。2話ね。2話、ちょっともう一つ紹介して忘れてたとしたら、こちらの方ですね。マイクロ USB ですね。マイクロ USB の B ですね。B タイプになります。で、こちらの方の機種は、はい。ちょっと見えないか。明るくなって。はい。これタイプ C ですね。タイプ C。タイプ C なので早く充電できますね。で、同じく、同じメーカーは、メーカー同じ、ウランジでいいのかな。はい。はい。ちょっと見づらいですね。角度がつかないとちょっと見づらいですけど、ウランジって書いて、ウランジでいいんですかね。わかんないですけど。はい。同じメーカーさんの、ものなんですけれども、こちらの方は真四角のですね、キューブ型のコンパクトライトという風な感じになります。でね、これだけね、これだけは、耐水防水でいいのかな沈めても大丈夫だ的なこと書いてありましたね。怖いんでね、壊れたら怖いんで、沈める用途もないので、沈めてはいないですけど、沈めても大丈夫みたいなこと書いてありましたね。はい。ということもあって、充電の口もこちらの方、さっき言ってますけど、はい、こちらの方も、タイプ C なんですけれども、こうパチンってしまったらね、なかなか開かないように作られてました。で、あとね、ちょっと今取り外してるんですけども、ここに三脚穴があって、この三脚穴からの変換、ここにくるくるくるっと刺して、こういった形の、コールドシューになるパーツも一緒にこちらの方はついてきております。はい。ね、気になるのは、明るさですよね。ね。気になるのは明るさです。はい。コンパクトさっていう、まあ、これ明るさ、まずやる前に、コンパクトさって、どれが一番コンパクトに見えますかっていう風な話をすると、間違いなくこれがコンパクトに見えると思いません？なんですけど、結論から言うと、これが一番持ち運びしやすいんですよ。バッグに入った時とかに、一番薄っぺらくて、ちょうどいい、だってスマホぐらいの幅
幅なので、サクッと入れるときにこれが一番ね使いやすいですし、場所も取らなかったです。これだとまあ、コンパクトっちゃコンパクト、まあ、コンパクトっちゃコンパクトなんですけど、なんかね、真四角すぎてね、ちょっとね、バッグに入れた時、結構邪魔な感じに感じるかな、感じどうかな、どうかなっていう感じですね。はい、っていう感じでした。はい、ということで、今からですね、全部つけてですね、どれがどのぐらい明るいかっていう、どれ、明るさのチェックみたいなのをやっていこうかなと思ってるんですけれども、まあ、あとはそうですね、やってみるしかないですね。やってみましょうかね。はい。じゃあ、こっちから行きますね。これの最大、全部最大容量、最大光量で行きたいと思います。はい。これ、長押ししてね、つける感じになってます。今、つきましたね。で、1、2、3で、全部で4段階になってまして、4段階の明るさ、こんな感じ。今、まさにね、自分に向けてますけれども、こんな感じです。どうですかね、明るいですか、明るいですかというか、どのぐらいの明るさとしてあれできるのかな、暗くしてからなのがいいのかちょっとわかんないですけど、用途によっての問題になってくるので、これは何ともわからないわけなんですけれども、こんな感じになっています。はい。で、次にね、次にこちらの方、はい、こちらの方ちょっとわかんない本当に見えない。はい、こんな感じですね。はい、こちら、はい、厚みのある方のやつですね。こちらの方の明るさはこんな感じです。まで、ここかな。はい。こんな感じです。やっぱりね、ディフューズされている分ね、こっち、これがね、一番ね、その柔らかくてちょうど光がね、回るような感じに感じられるかな。それでいて明るさもあって、で、3000mAなので使い勝手がいいかな。ただちょっとね、厚みがあるかな。っていう風な感じですね。はい。で、最後に、よいしょ、ニーワさんのですね、よいしょ、明るさ、はい、こんな感じになります。これもね、ディフューザーがねついてるんでね、かなりね、明るく感じるんですけれども、一個一個の点は明るく感じるんですけれども、まあ、それなりにね、あ、眩しい直接見るとすごい眩しいんですけど、うん、まあ、コンパクトな割には明るいかなっていう感じになりますね。はい。なので、これと、これと、ちょっと違い。でもやっぱこっちの方が明るいですね。で、最後に、これ。ね。これはね、ちょっと一回消しますかね。これね、IP67 ですかね、この IP67。 この IP67 はね、もうね、なんかね、懐中電灯レベルの明るさになっちゃって、あ、実際にね、これにはこういう感じのフィルターが、よいしょ、フィルターセットっていうのがこうついてきてくれるんですよ。なんで確かにディフューザーも R といえばあります。で、このディフューザーをこうかませて、ここにパコッとはめて、あとはまりはね、あんまり良くないんですけど、で、これで、ディフューズした状態で、まあ、他のものと同じようにね、ディフューズした状態にすると、まあ、こんな感じ。まあ、拡散された分ね、直光が弱くなっている感じになるんですけども、ただこれだとね、若干弱いんですよね。まあ、だから元々の明るさが弱いからっていう風なことなのかなと思うんですけど、どうですかね、明るさとしては。ピンポイントでっていうんだったら、まあ、ありかなっていう風な感じではあります。どうかなちょっとなかなか分かりにくいかな。ディフューザーつけると、まあ、こんな感じ。はい、こんな感じです。はい、こんな感じ。まあ、ここら辺でもいい感じです。この辺からちょっと比べてみますかね。はい、これが、まあ、このコンパクトな、はい、ね、四角タイプの、キューブタイプのやつの明るさ、こんな感じ。はい。で、2位は、あ、2位はいいですよね、結構ね。コンパクトで、バランスが一番、こう広く、なんか、明かりが回る感じですね。
で、これも回るんですけど、これだとちょっと逆に明るいかな、明るすぎかなって思っちゃうような感じになる感じですかね。とは言ってもね、こいつは、無段階に調整できるので、ここをぐーっと回していくと、明るさって調整できちゃうんですよ。ね。だから、まあ、好きな明るさっていう場所を見つけておく。まあ、その場の明るさに、こう、無段階で調整できるっていう良さっていうのがあるんですね。あとは、色温度ですね。色温度もここでこう変えていくことができるので、色温度も自分でこう変えることができます。これを無段階に変えることができるので、なかなか、悪くないなという風な感じではあります。で、やっぱり持つっていう風な感じなので、まあ用途とあとは値段になってくるのかなという風には思いますけれども、ちょっと眩しいんでね、ちょっと全部消しちゃいますけどね。よいしょと。はい。で、まあ良し悪し感はありますけれども、私個人的な意見で言えば、やはりこういう風なスクエア型ですね、スクエア型のものっていうのがベストかなというふうに思いました。で、今回は全部バッテリー内蔵型です。はい。なんでかっていうとね、安いやつだとね、ここね、ここに電池が入るっていうやつもあるんですけど、なんかね、持ちがね、あんまり良くないっていうふうに見たんですよね。ということで、バッテリーが多めのものっていうことで、こちらはサマー3000ミリアンペアで、3000mAh で、Type C で充電できる。で、こちらは 2000mAh なんですけれども、充電できる口が、USB の B ですかね、になっているっていうような形になりますけども、その分薄い。ね。はい。こんな感じの薄さってかなりね、持ち歩きしやすい感じなので、まあ用途に合わせて、あとは値段に合わせて、あ、こっち1000円ね、これ1000円でした。はい。こっちね、2000円ぐらいですね。はい。で、なので、もうそれこそ、まあどっちも買っちゃってもいいのかな、どっちも買っちゃってつけちゃう。足りなければまた買ってつけちゃう、また買ってつけちゃうね。そういうのも楽しいかなっていうふうには思いますので、ね、もし、フラッシュ買おうかなっていうふうに思ってる方いらっしゃるんであれば、ぜひこういった感じの定常光としてのね、ライトっていうのもね、それ持ち運びできてバッテリーが効くっていう、バッテリーで使えるっていうふうなものなんかもですね、持ち運びに便利だと思いますので、ぜひね、検討してみていただければなと思います。全部のリンクね、下の方に貼っておきます。アフィリエイトとかで私、設定の仕方とかわかんないので、そのまま普通に私が買ったリンクを下に載せておきますので、ぜひね、お気軽に見ていただいてね、自分の好みのものっていうのを、またそこからの最新のも出るかもしれませんので、ぜひね、チェックしてみていただければと思います。私ね、個人的にはこちらの方の2位は、これね、ちっちゃくて、薄くて、それでいて、安い、ね、っていう意味で、こちらの方おすすめという風にしておりました。はい。ということでですね、本日のちんまことチャンネル、ちょっとですね、長くなっちゃいましたけれども、3つのね、ライトですね。こちらの方のご紹介というふうな形になりました。はい。ということで、少しでもためになった、面白かったってことでは、ぜひグッドボタン、チャンネル登録ボタン、あ、こんなのあるんだとかね、電池で動かなくてね、バッテリーで動くんだとかね、あ、こういうのをちょっと撮影で使おうって思ったことなかったから、ビデオライトって書いてありますけども、普通の撮影にも十分使えますので、そういったところでもね、ちょっと驚いたっていう方いらっしゃったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録ボタンを押していただければ非常に嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ということで、また別の動画でお会いしましょう。それでは。